スミンのあなたのお仕事応援したい、イエーイ私パーソナリティを務めさせていただいております、ダイエット部分痩せ体型時その方のなりたい私を叶えるお手伝いをさせていただいております、ダイアナライン池谷かすみです。本日第22回目のゲストはなんで笑ったすごいスムーズに言えてたのに噛まなかったのに、ね、いつも噛むの、いつも噛みます甘噛み OK でお願いします。ゲストは大指導接骨院ですよね、はい、よろしくお願いします副院長の石田和也さんです、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではこれは最後にね出てくるのでちょっと置いといてもらって、では置いといてもらってください。役目終了ですか。役目最後に出てきますのでねでは石田さんご自身の口から自己紹介をお願いいたします。はい、焼津の石津の方でですね、大指導接骨院という接骨院をやっております、石田和也と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初に何から質問しましょういいよ、まあ何でもいいですよ僕は。何でもいいですか。接骨院って、はい、なんだろう、うん、どう、なんだろう、いっぱいあるじゃないですか。はい、その通りでございます。マッサージとか、はい、接骨院とか、はい、整形外科とか、なんかいまいちごちゃがちゃになってて、なるほどそうよく分かってないんですけど、はい、どういった時に。そうですね、うん、まあ、分類としては、うん、まあ、整形外科さん、うん、これはお医者様がやってまして、うんうんうん、で接骨院と整骨院、うん、これは一括りで同じでございます。整骨院っていうのは整体のこと、いわゆる。それと整体院がまた別なんです。あ、別なんだ。まあ、4つですね。基本的に整形外科、うん、接骨院と整骨院は同じ、うん、そこであと別に整体院さんがあるんで。あ、なるほど。お医者様がやってるのが、整形外科さん、うんうんうん、で僕たち柔道整復師っていう国家資格でやってるのが接骨院とか整骨院で、うん、まあ、基本的に整体院さんっていうのは、うん、資格がない人でもできるっていうところが整体院さんなんですけれども、うんうん、まあ、でも接骨院の資格を持っている人でも、うん、まあ、お医者様の免許を持ってても、うん、まあ、整体院を出したいと思えば出せるので、なるほど。だから結局まあぐっくりと言ってしまうと、うん、まあ、接骨院と整骨院と整体院さんはまあ一つのくくりかな。まあ、整形外科さんはね、やっぱお医者様がやってるので全然ちょっと違うくくりにはなるんですけれども、まあ、ただあとは整形外科さんのはやっぱり大きい怪我した時には整形外科さんかな。骨折とか。あ、そう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 。まあ、見れるものは見れるんですけど、接骨院でも。でもやっぱりまあ基本的にやっぱりこう身近な、なんだろう、お仕事で体やっぱり痛くなっちゃって痛めちゃったよとか、スポーツやって怪我しちゃったよとかっていう場合の、そんなに重症じゃない大怪我じゃなかったら、僕たちが全て見れることができます。捻挫とか。捻挫とか、そうですね、正解、そうです。レントゲンとか撮るのは、まあ、整形外科さんです。整形外科。ああ、なるほどなるほど。そうそう、だから整形外科さんは割と、うん、そうレントゲンとか、なんか MRI とか、うん、CT とかで使って画像の診断をして、うん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 、しっかりとこう原因を特定できるものが、うん、やっぱり整形外科さんね、やっぱり治りやすくて、うん、やっぱり筋肉の疲労だとか、うんうん、筋肉の損傷だとか、うん、やっぱり体の歪みだとか、うん、そういうちょっと体とかの状態がやっぱりそういう画像とかで映らないものはやっぱり僕たちの方が得意かなっていうところで、割とジャンルが得意分野が分かれているので、そうだから間違って大怪我してうちらに来られても見れないってなっちゃうし、逆に整形外科さん行った時に、うん、湿布だけ出されちゃったりとか、うん、痛みだけ出されちゃったよとかっていう時は、うん、ちょっと整形外科さんじゃ診断がつかないので、うんうんうん、そういう時は接骨院とかの方に来てもらえる方が体治るかなっていう感じですかね。だからよくざっくり、例えば事故でちょっとぶつけちゃったとかで、ね、ちょっと首が痛いよとか、うんうんうん、そういうのあるじゃないですか。そういうのは、そういうのはね、交通事故に関しては、うん、やっぱり整形外科さんも見れるし、接骨院でも見れるっていう、それはそこはね、2つどっちでも見れるんですけれどもね、うんうんうん、あ、そうなんだ。なんかね、うん、めんどくさいですよね、わからないですよね普通の一般の人は絶対わからないと思います、くくりがね、うんうん、なんか私あんまり腰痛いとか、うん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 、体痛いってあんまり思わないんですよ。はいはい、それなので人生において接骨院っていうものに行ったのが、うん、
中学の時にテニス部やってたんですけど、うん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 、その時にちょっと捻挫して接骨院に行ったんですよ。なるほどなるほど、はい。なのでなんかそういう何か痛みが出た時に行くものだなっていう認識をしてるんですけど、はい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 、なんかなんとなく体悪いからマッサージしてもらおうじゃないけど、なんかそういう感覚でも行けるんですか？それでも接骨院では見れるんですけれども、うんうん、やっぱり基本的にはあの接骨院だとやっぱりお怪我がベースで、うん、あの見させてもらうっていう感じなので、うん、お怪我の場合は保険の治療が適用になるんですけれども、うんうんうん、あの普段のやっぱり疲労感だとか肩こりだとかとかってなってくると、うんうん、ちょっとそれはあの一応分類的には、うん、あの怪我とは見なされないってなっちゃうので、うん、そういう場合にはあの保険を適用させないで、うんうん、まあ、自費の負担で治療っていうことはできます。あ、そうなんだ。え、じゃあなんかスノボーに趣味で行きました、でちょっと転んで腰がなんとなく痛いかもみたいな、それは怪我の分類になるんですか？それもやっぱり仕方によるんですか、ね、あ、それが捻挫と分類されるのか、うん、まあ、ただの筋疲労とみなされてしまうのかっていうのもあったりだとかして、うんうんうん、まあ、ちょっとその辺をやっぱりしっかりと問診して状態の把握をしないと、うん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 、あの怪我なのかとかっていうところが判断つかないところもあるので、うんうん、そうしっかりとだからお話聞かせていただいてって感じですね。じゃあどっちなのか分かんないけどとりあえず行ってみますでもいいんですか？あ、いいです、いいです。判断してくださいみたいな、はい、こちらの方であのお聞き取りして、うん、あ、そうなんですね、はい、判断いたしますので、え、なんかいっぱいあるじゃないですか接骨院とかも、うん、その中でも大師堂さんの得意分野っていうか、うん、自分ちはい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 、ところではこれが割と得意だよとか、うんうんうん、こういう方が多いよとかっていう何か強みっていうか、うんうんうん、強みですか、うんうん、いろいろ接骨院あるじゃないですか、うん、ある分だけ、うん、あの多分皆さん違ったやり方とかあると思うんですけど、僕自身も他の接骨院さん行ったことないので、ほとんど、うんうんうん、なんか行くとなんか調査みたいになっちゃうじゃないですか、うん、確かに確かに、別に顔がバレてるわけじゃないですけど、うん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 、そうなので他の接骨院さんの治療の仕方だとか他の接骨院さんの強みとかっていうところも僕自身がそんなにあんまり、うんうん、頭には入ってるわけじゃないので、うんうん、まあ、これだぞっていう強みっていうと、うん、まあ、まあ一番はやっぱり患者様ファーストの強みはすごくやっぱりあるかなとは思いますし、うんうんうん、あとはあのファイテンっていう、うん、あのメーカースポーツメーカーさん知ってます？あの羽生結弦くんとかがくっつけてたりとか、あのゴルフの松山英樹さんとかがやっぱり契約選手にいるメジャーなところだと、うんうんうん、あそこのファイテンさんのやっぱりまあ代理店とかでやっぱり商品扱ってたりだとか、うん、まあ、一応その協会に属している、うん、あの一応ファイテンさん一応公認の、うん、治療院っていうところにはなるので、あ、そういった意味ではあの藤枝に、うん、あのオーレのところのね、うんうん、オーレじゃないか、オーレでもあの1階のところにファイテンショップはあるじゃないですか、うん、ファイテンショップってな知らないですか、うん、あるんですけど、うん、まあ、ショップとはまた違ってて、うん、まあ、治療院とそのファイテンの商品を使った治療とっていうところで、うん、あのまあ、この辺だと多分うちでしかやってはないかなっていうところはやっぱりあります。その商材を使っての治療ができるってことですね。はいはい、ちょっと話戻るんですけどコメントが入っております。骨折れたら骨折院ですか？骨古谷さんが骨折れたら骨折院、冷やかしですかね。冷やかしで冷やかしですね、はい、一番のリスナーさんなんでね、ちゃんといつもコメントくださるので骨折骨 の, あの折れ方の具合にもよりますね。お、うん、軽度のものであったりだとか、うん、あのひびとか、うん、そういったものに関しては別に見れるんですけれども、うん、でも見るにあたっても、うん、今はそうだな、なんかちょっとグレーゾーンがあるんですよね。うーん、やっぱりお医者様の同意がないと見れないものとかっていうのもあるので、うん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 、まあ、一番はやっぱりね、骨折したら整形外科さんに行って、あのしっかりレントゲンを取ってもらって、うんうん、あの診断の方をしてもらってっていうところで、うんうん、まあ、その後の抗量とかって言ってあのリハビリみたいなのはうちでもやっぱりね、うん、できますけれども、まず基本的にはやっぱりお医者様に一回見てもらった方がね、うん、一番だと思います。なるほどね。なんかよくさ、あのあばらがひびが入ったとかだと、はい、うん、もう病院ってもう放置っていうか、そうです、あばらは肋骨に関しては
もう接骨院でも多分整形外科でも同じことしかできないです、うん、あ、そうなんだ。あの固定ができないので、ここって呼吸するたびに肺が動いちゃって、うんうん、あのここのあばらが動くので、うん、固定っていう概念がないんですよ、うん、なのでせめてもここを圧迫しときましょうっていう形で、うんうんうん、テーピングしたりだとか、やっぱサポーター巻いたりだとかして、うん、なるべく浮かないようにっていう感じで締めたりはできるんですけれども、うん、自己回復を待ってください。そうなんだね、やっぱり自己回復を待ってください。そうなんだ。え、で、あとよく思うのが、なんかぎっくり腰になりましたとか、はい、そういった時に実は腰じゃないところが原因だったりしますよっていうお話するじゃないですか、はい、それは私衝撃だったんですけど、はい、ちょっと詳しくいいですか。はい、無茶振りだけど腰じゃないっていうパターン、うん、というよりも、うん、あのぎっくり腰自体が腰に原因はないんですよ、うんうんうん、ぎっくり腰になった時に、うん、痛くなったのが腰っていうだけであって、うん、あ、痛みが出てるのは腰に痛みが出てるんですけれども、うん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 、ただその原因となってるのがただ腰ではない、うん、ないよっていうだけなので、うんうん、なのでぎっくり腰の治療でやっぱり腰を触ることがあんまりないっていう感じですかね。足とかってことなんですか。そう、だから原因と結果がやっぱりイコールじゃないっていう感じですね、うん、ああ、なるほどね。そう、結果腰が痛いだとしても原因は腰じゃないよっていう、うんうん、ああ、なるほど。そう、なので基本あとは、うん、そうですね、うん、まあ、でもぎっくり腰の一番のやっぱり原因はお腹、うん、あ、そうなんだ。お腹です、お腹、はい、あ、お腹前から来てるの。何、どういうこと。あの前の筋肉が固まっちゃってるっていう。あ、そういうことか。そう、ぎっくり腰になっちゃうとあのうずくまって立てなくなるじゃないですか。うずくまって立てなくなっちゃうっていうのは、うん、あのお腹の筋肉が、うん、痛めてしまって固まっちゃってて伸びなくなっちゃってるって感じですね。あ、なるほどね。そう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 、なのでこうやって固まっちゃうんですよ、ぎっくり腰になると。だからこうならないように体をこうやって伸ばすためにはこのお腹の周りの治療をしてお腹の筋肉が伸びてくれればシャキッと立てるようになります。あ、なるほど。そうです。え、なんか予兆っていうかぎっくり腰こういう感じにしてるとなりやすいよとかそういうのってあるんですか。予兆はね、うん、ないんですよ。あ、そうなんだ。予兆はないんですよ。突然やってくるんですね。そうなんですよ。あの、うん、痛みって割と突然突然来るんですよ。恋と痛みは突然にみたいな。そうですね、タイミングできます。本当にタイミングできます。あ、そうなんだ。え、年齢とかも関係ない。年齢も関係ないですね。あ、そうなんだ。腹筋をバリバリ使ってる人はなりにくいとかもないってこと。腹筋をちゃんと鍛えてあるのはいいんですけれども、うんうんうん、腹筋が固まっちゃってるとなりやすいっていう感じで。あ、なるほど。いくら筋肉があっても、うん、あの疲労して固まってきちゃうと、うん、やっぱり怪我の元になるっていう感じなので、やっぱり疲労をためないっていうのが一番ですね。じゃあ私は何も腹筋も使ってないけど。あ、そうですね。もうあの好き勝手生きてるからじゃないですかね。まだ何も言ってないじゃん、話してる途中なの。まだ質問も。ストレスがない、ストレスが。まだやってないとか何も言ってないじゃん。もしかしたらね、すごいぎっくり腰でって言うかもしれないじゃん。いや、ストレスないんですよ。まあ、そうやってつなぎようとしたけど。うん、僕だから僕の口から言ってる。そうか、疲労がないってこと。ないわけじゃないですけどね、うんうんうん、やっぱりあの個人差ってあるんですよね、いろいろ。やっぱり同じスポーツしてても、うん、部活やってましたよね、テニスね、うん、中学ね、ちょこっと、うん、ちょこっとでも、うん、ちょこっと、でも同じね運動してるのに、うん、体痛くなっちゃう人と、うん、体痛くならない人っているじゃないですか、うん、確かに。そう、だから個人差。個人差。あとはやっぱり人によってこう疲れを溜めておけるね、うんうん、やっぱりこう容器じゃないですけれども、うんうんうん、やっぱり入れ物があるので、うん、なんかそれがやっぱりいっぱいになっちゃって、うん、こぼれちゃうと、うん、いっぱいになって溢れちゃうと、うん、その疲れがやっぱり痛みに変換されちゃうので、
なのでやっぱり急に来るんですね。そこがこぼれた時にやっぱり痛みに変わっちゃうので。じゃあさっき青木さんねくしゃみしただけで首痛いって言ったけど疲れこぼれてますか。そうですね、青木さんは多分ねあのずっとあの表面張力のギリギリのところで弱くなるそれがくしゃみとかっていうあのトリガーを引いちゃうとズキってきたりだとか、溢れたっていうこと。あと変な体勢で、うん、あリモコン取ろうとかっていうところで手伸ばしたりとかするとズキッとかってくるのが、うん、やっぱりそういうね不意な時にやっぱり来るんですよね。体に意識がない時に。ああそうなんだ。だから日々疲れてるんじゃないですかね。あプル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 ってあの水こぼれる、水こぼれるみたいな感じで。ああ危険な状態で、ね、そういう状態なんです。そうだからまあ急には来るっていうね、うんうん、やっぱりこう感じになっちゃうんですけどね、うん、なんか針とかも針治療もやるって。針治療もはい、うん、やっております。それは何あのその人の症状によって針でやったりとか。そうですね、いろんな方法があるってことなんですか、うん、電気をやったりとか。そうですね、やっぱり手技でやっぱりちょっとこう改善点があんまり良くなかったりだとか、うん、した場合だとか、うん、あとはもう比較的この症状は針やった方が症状改善するかなっていう症状に関しては、うんうん、あの針をぶっ刺していきます。針っていうのは何、筋肉系のものが針治療って感じなの。いやあの筋肉系だけじゃなくて、うん、あの自律神経整えたりだとか、うん、あとお灸なんかはこの時期だと割と花粉症とかアレルギー症状にもやっぱり効く、うん、お灸もやってるんですか。ツボがあるのでやっぱりそれを刺激してあげると、うん、鼻がすぐ通るようになったりだとか、まあ、そういうのもあります。お灸って何、私がイメージしてるこうやって火を炙ったのをこうやって乗っけるような。そうですそうです。 あそうなんだ、すごい楽しそう。楽しくないですよ楽しくはないですよへーへーへーっつってやるんですか。それはそういうの想像してる。そういうの想像してる。暑いだろって。いや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 、違う。そんなそんな拷問みたいなねそんな患者さんに対してそんな遊び道具みたいな感じでやらないですよ。楽しそう、やってみたい、やる側になりたい。あでもそうしたらお灸あげましょうか。え自分でねやってみたらいいじゃないですか。え自分の体じゃ嫌だです、人の体にやりたい聞きましたリスナーの皆様この、ね、人にはやりたい、自分にはやりたくな い, そう。あ暑いんですか。暑いです。あやっぱ暑いんだ、はい、ちょっと石田さんで今度やらせてもらってあじゃあ青木さんに今度。青木さんはいいじゃないですか ね、うん、くしゃみでも。あやってたよ千年球。へえ。800売ってるもんね。そう普通にあのドラッグストアでも売ってますんで、あのぜひ自分で試してみて。試して、じゃあ今度青木さんにね。首やってくれるの。首が痛いって言ってたんでちょっとヒーヒー やってみる。なんか SM まあちょっとね。ね。ここでね、うん、オンエアするかな石田さんに指導してもらって私がやる。青木さんのね、青木さんのじゃここに寝てもらって。あそう青木さんそうそう青木さんをじゃあ見る回で。そうそういいかもしれないまた今度いいかもしれないです、楽しいかもしれないです。ピシピシちょっとそれ変わってくるね。ビシビシされたいっていうご要望。そうじゃねなんかね。違うよね、ちょっとバカにしてもらっちゃ困りますよね。いや仕事としてね。確かにそのあちっていうのも好きな人もいれば、でも結構本当にあれですね。うん、暑いですよ。あそうなんだ、うん。場所によっては。へえ、うん。どこが一番暑いんですか。やっぱりもちろんやっぱりこの影になる部分って言って。こうやって日の当たる部分って皮膚強いんですけどね、うんうんうん、やっぱりこの内側だとかね、やっぱり薄いところとかっていうのはどこやってもやっぱり熱いですね。あそうなんだ、お腹いいかもしれない、ね、お腹熱そう。お腹とかあのあれですよ、うん、あのだん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 、ね、年重ねてくると、うん、なんか頻尿とか尿漏れもあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのでもあれで使えますよ。あそうなんだ、そういうのが改善されるってこと。そうですね。すごい、そうなんだ。そうですね、頭にやったりとかっていうと。頭も髪の毛燃えちゃわないですか。あのちゃんと台座を組んで。ああそうなんだ、直じゃないんだ、ね、直じゃないです。あ直じゃないんだ直、あ直の場合もありますけど。あそうなんだ、ちゃんとそれは台座を置きます。あと頭でも針治療もできます。脳天させたりとかもできますので。そうなんだ、顔はやってない。針あのハリネズミみたいになるのはやってないです、うん、あそうなんだ、はい、美容針はやってないです、うちは。
あくまでも治療でっていう。ああなるほどね。え、頭からの治療ってどういうあれで頭とかを治療するの？首とか？結局あの頭痛だとかっていうところも、あやっぱり頭のこう頭皮とかっていうと塊だとかっていうところもあるので、うんうん、やっぱり頭の方の筋肉をやっぱり緩めてあげるっていう一環でやっぱり針を刺したりだとかっていうのはあります。なるほど。偏頭痛とか。そうですね、そういうのも含めて。あじゃあ私頭いっぱい使ってるから凝ってるかもしれないですね。でもないでも症状そう症状はまだないですけど、うん、今後出てくるかもしれない。ないですね、大丈夫です、心配しなくても。ちょっと一回見てもらおうかな一応ね、どうですかってないですって言うしかないかもしれない。悪いとこないです、ね、保険でやってくれますかへえー、そうなんだ。前なんかスポーツをサッカーでしたっけ、ずっとやってて、はいはいはい、割と足とかのインソールとかなんかよく足、あそうですね、うん、割とそう下半身の大事さとかっていうところもいろいろお話をしたことはあるんですけれどもね、うん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 、それもなんか治療でなんか違ったりとかあるんですか？なんか例えば足の悩み、O脚とか。はい、あのそういうのも治せます。あそういうのも治せるんだ、はい、X 脚とか。あそういうのも、はい。それは基本何、筋肉の使い方とかそういうところで治していくんですか？いや割とやっぱりそういう、もうお脚って足のねじれも入ってきてるので、うんうんうん、やっぱりねじれ直して、うん、やっぱりお脚だと本当にもう外側でしか体重取れなくなっちゃってるので、うんうん、足の小指側でしか、だからやっぱりそっちの筋肉もちゃんと緩めてあげてとかっていうところをして、うんうん、やっぱりしっかりと足をまっすぐな状態に持ってってあげるっていうところをまずスタートとして、うん、徐々にやっぱりお脚を直していく。へー、あコメントが頭使ってそうだって、私の頭がよく使ってるっていうコメント使ってそうって言ってくれた、笑って入ってるけどそう頭使ってるんでね、ちょっとほぐしてもらってぜひぜひぜひそっか。じゃあ割とそういうスポーツとかで怪我した人とかが結構得意だったりとかもあるんですか？はい、うん、そうですね、うん、そういった方々も結構いっぱい来ますよ、うん、今は最近だと本当に野球の子たちがよく来てくれてて、うん、本当にもうお父さんみたいな感じですよ、本当になんか小、あの小学校からずっとやっぱり見て、高校生見て、卒業を見守って大学行ってらっしゃいみたいな感じだから、うんうん、あそうなんだ、いいね。なんかちょっと成人式とか投げてきちゃいそうですね。いや本当に本当に、うん、ね、で大学から帰ってくると、うん、みんな本当に頭がね茶髪になっ て、うん、って大人になったねって言って一瞬誰かがそう分かんないんですよね、久しぶりに帰ってきたよって言っても、うんうん、誰っていうところからスタート。いいですね。でもそうですよ本当に、うん、みんなの成長を ね見守ってます。見守ってる素敵。そうなんだ。でもだいたい小学校とかからスポーツとかやってる人って中高とかもやってますもんね、うんうんうん、そうですね、うん、一回痛めちゃうとやっぱりそこが癖つきやすいとかそういうのもあるんですか？壊しやすいっていうか。そうですね、まあ、場合によってはやっぱり捻挫とかはね癖になりやすかったりとかっていうのはやっぱりありますね。まあ、癖になりやすいっていうよりかは 100% 完全に治らないので、うんうん、やっぱりこうなりやすいっていう、またね 再発っていうかちょっと強度が弱くなっちゃってるので。うーん、コメントが2件入ってます。どのくらいの期間で O脚は治るっていうコメントが1件。まず人それぞれなので、うん、あとは LINE 日数にもやっぱりよるので、ね、うん、一概には何とも言えないですけれども、うんうんうん、でもきっちりとやっぱり治す気があって、うん、来てくださる患者様に、うん、関してはあのしっかりと O脚は治るようには導いてはいくので、うん、そうやっぱ動きやすいとかそういうのも人それぞれの人それぞれですね、うん、あとはどれだけやっぱり意識して、うん、やっぱり普段の生活も少しずつやっぱりこう改善する意識があるかとかっていうところも結構大事にはなってはくるので、うん、なるほど。そうですね、あともう一つ古谷さんから、私大指導なしでは生きていけませんっていう愛のメッセージを ありがとうございますあの今日も来ました。常連さん、どこでも常連。すごいな。素敵。古谷さんもね、毎日お疲れですもんね。遊びすぎです。そうね。仕事しすぎ、遊びすぎ。そう、何にでも熱心なんでね。そう、何にも熱心すぎですから。ぜひこれからも通っていただいたらと思いますので、はい、またちょっともう時間があっという間に54分になってしまいましたが、はい、なんか
腰の悩みとか足の悩み何でもね、はい、相談からまずはしていただけるということなので、はい、石津でしたっけ。そうです、場所は石津、ね、場所は石津です、はい。なんかホームページとか検索すれば大指導接骨院で出てきます。検索してぜひ連絡していただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。では最後になりますが、私仕事ではダイエットや部分痩せ体型維持などその方のなりたい私を叶えるお手伝いをさせていただいてるんですけど、この番組ではそのお仕事のなりたい私っていうのを応援させていただいております。では石田さんのなりたい私を。はい、はい、魔法使いになりたいです。あ、それはちょっと無理かもしれない。はってやったら治ったらいいじゃないですか。確かに魔法使いみたいなもんですよね。でも痛み取るっていうのは、そう言ってくれる患者さんもいるんですか。ざっくり言えばそうですよね。でもそれに近づけたらなとは思っております。あの施術者、はい、はい、の治療をね、しているみとしてはやっぱりそうはなりたいとは思ってはいるので、日々精進していきたいと思います。では石田さんのちょっとこれを用意して、石田さんが魔法使いのような施術者になれることを、はい、応援してください。応援いたしますので、はい、では何て呼ばれます。え、カズくん、カズちゃん、カズ、いやあんまりあんなに呼ばれてもない、好きに呼んでください。 OK、 行きましょう。じゃあカズくんで行きましょう。はい、はい、では行きます。フレーフレーカズくん、フレーフレーカズくん、フレーフレーカズくん、イエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。では次の番組はお祭り気分でアイエットン第2章です。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、チーズ、よいしょ。